どうもセリカです。今日は久しぶりに平泳ぎのうねりについて解説していきます。皆さん、まず平泳ぎがうねりの泳ぎであるっていうことを知らない人が結構多い。平泳ぎとバタフライは基本的な動作は一緒です。違いはキックと手の動きだけ。うねりのことに関しては平泳ぎもバタフライも実は全く動きをしています。平泳ぎがうねりの泳ぎって知らない方はまあ結構いて、ってことは平泳ぎをまっすぐの姿勢のまま泳いでたってことですよね。まあそれもそれでなかなかすごい。私まっすぐのままできるかな。多分できないな。いや結構体に負荷がかかる泳ぎだと思うので、まっすぐだと、私はすごいって逆に思いますね。まあ、ということでこのうねりなんですけど、バタフライを最初にやるときって皆さん一番最初何やりましたか？練習でイルカ飛びをやったと思うんですけど、平泳ぎもイルカ飛びからスタートします。すごい平泳ぎって簡単なんですよ。まあもちろんうねりなしの泳ぎ、海で泳いだりプールで泳いだりそういう平泳ぎもありますが、まあうねりありの平泳ぎもめちゃくちゃ簡単で、まあ、まずはキックの動きを練習します。まあそれの注意点としては、煽りにならないようにですね、足の甲で水をかかないように足首を曲げる練習で、足首を曲げれるようになったら足を縮めて伸ばす、まあこの動作をまずは練習する。で次にイルカ飛びを練習する。でイルカ飛びができたらキックからのイルカ飛び、まあイルカ飛びって基本ジャンプからのスタートだと思うんですけど、それをキックからのスタートにしてイルカ飛びをする。もうそれができたらもう 90% 完成してるようなもので、あとは手と呼吸をつければいいだけ。めっちゃ簡単なんですよね平泳ぎで。平泳ぎが簡単ってことはバタフライも簡単なんですよ。そうなので、まあ平泳ぎができる方は基本的にはもうバタフライはできてるようなものなので、まあ平泳ぎができててバタフライがちょっと苦しいって方は、何かちょっと平泳ぎと違う泳ぎをしてるのだと思います。まあそんな感じで平泳ぎはうねりの泳ぎです。じゃあどこでうねってるのかっていうと、この今見ていただいてる映像をよく見てみてください。これは結構私うねってる方ですね。まあ見ていただいてまっすぐではないのを理解できると思います。
まあ、私自身の泳ぎが、私の専門がバタフライっていうのもあったので、結構クロールとかにもバタフライ要素が含まれてしまう泳ぎになってるので、まあ人よりかはちょっとうねりの要素は大きいですが、まあでも真似できない程度ではないので、ぜひ一緒に見ていきましょう。うねる瞬間はバタフライと同じです。呼吸が終わった後、呼吸したらここで沈む。キックで下に打って、その勢いで沈んでいきます。バタフライの第2キックの役割を担う動きは平泳ぎにはありません。なので平泳ぎをバタフライで例えると、第1キックだけを打ってるバタフライですね。バタフライの第2キックは上がってくるための第2キック、浮いてくるための第2キックですが、平泳ぎにはそれがありません。なので1回のキック、これだけで沈んで浮いてくる。ここがバタフライとの違いですね。1回のキックで沈んで浮かぶ、これが難しいと感じる方は、体幹をしっかり使って沈んでください。それだけで全然勢いが変わってきます。キックを打つと同時に腹筋にグッと力を入れます。そうするとキックの推進力がプラスされます。それによって沈むだけの勢いじゃなくて、上がってくるまでの勢いもついてくるので、キック打つときは腹筋にちょっと力を入れて打ってください。おそらくキックで腹筋に力を入れて打つっていうのもできない方がいるんですよ。で、そういう方っていうのは大体足の引き方に問題があります。私の場合、膝を軽くお腹の下、そこまでは縮めませんが、ちょっと下側に入れます。そうすると腹筋に力が入ります。腹筋に力が入らない方というのは、足を背中側に縮めてしまってます。そうすると体が反ってしまう形になってしまうので、なかなか腹筋に力が入らないです。そのキックをずっと続けてると、いつか背中が爆発します。気をつけてください。キックを打つ際に腹筋に力を入れられない方は、ぜひお腹側に足を縮めて打ってみてください。それだけでも結構平泳ぎは推進力が変わってきます。
4種目の中でやっぱり平泳ぎが一番難しいと思うので、がむしゃらにやってもあまり意味はないです。一つ一つの動作をいかに丁寧にやるかが鍵になってくるので、ぜひ推進力を大切に泳いでいってください。ということで、平泳ぎのうねりの解説でした。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。